衛星写真を着色したアリアクモン川のデューロズセルビア近くのアリアクモン川をせき止めてできた人造湖ポリフィトス湖にかかる1352メートルの橋アリアクモン川はギリシャ最長の川全長322キロメートルかつての公用語であるカサレブサでの名称で多くの文献がこの名称を採用しているが現在の公用語であるディモティキでは アリアクモナス川という。また、英名に従ってハリアクモン川とも言われる。スラブ名はビストリツァ川。西マケドニアと中央マケドニアの各地方を流れる。アルバニア国境に近い北ギリシャのクラモス山地に源流がある。上流部はおおよそ東に流れた後、カストリア付近で南東に向きを変える。ブリノス山地で大きく湾曲し、 パリウリア村の近くで北東方向になる。ベリア南東の人造湖、ポリフィトス湖を経て、一大農業地帯である中央マケドニア平原に入る。港町メトニの北東、アクシオスカワデルタの西でテルマエコス湾に注ぐ。上流から順にネストリオアルゴスオレスティコネアポリ、パリウリアベルベントスアレクサンドレイアなどの町々を通る。ギリシア神話では、 同盟の川の神、ハリアクモンの土地である。古くはヘシオドスの浸透器にその名が見える。地理学者のプトレマイオスはこの川が源を発する山並みをカナロビーと呼んだ。ユリウス・カイサルによれば、アリアクモン川はマケドニアとテッサリアの境界線を成していた。上流部でエリミオティス地域を南東に通過し、灌えした後、北東に流れ、ピエリア、 エオルデア、今ティアの境となる。ヘロドトスの時代には、ルディアス川と合流し、ペルッラコールを潤していたことが明らかになっているが、その後、ルディアス川の流路が変わり、アリアクモン川と合流することがなくなったため、直接英外海に至るようになった。数に示す二つの川の分水嶺となっている風劇が、古代アリアクモン川の流路であった可能性が高い。ありがとうございます。